漫画マンが語ります。今回紹介する漫画はモンキーサークル、そしてモンキーピークザ・ロック。原作は品坂浩二先生、作画は久米田明宏先生。連載期間はモンキーサークルが2018年から2019年、漫画娯楽スペシャル、そしてモンキーピークザ・ロックが2019年から2021年、週刊漫画娯楽で連載されていたようです。モンキーサークルは例の猿が出てくる話ですが、そこまで新しさや面白さはないです。ただ全2巻なのでサクッと読めるのはいいですね。一応言っておくと、モンキーピークザ・ロックを読む上でも読んでおかなくても問題ないです。そしてモンキーピークザ・ロックはモンキーピークモンキーサークルの続編で、その生き残りが登場します。というかモンキーピークの主人公が今作も主人公です。自己中な人間でも時に人のために動いたり、一筋縄ではいかない人間ドラマが見られます。それが疲れる人もいると思うので、それを楽しめる人向きの作品です。最後に漫画彼岸島でも思ったんですが、こんなに引き伸ばさなくてもいいのになぁと思います。というのもどんどん面白くなってるってわけでもないからです。猿のインパクトにしても過去の掘り下げなど人間ドラマにしても一作目の方が良かったです。まあ、とはいえこの後の続編も読むとは思いますが、ということで興味を持ったらチェックしてみてください。チャンネル登録お願いします。漫画マンでした。